ジャンプで上がっていって顔面直撃、回転ジャンプで進んでいくの難しい、ジャンプで進んでいくのも難しい、蹴った甲羅を顔面クラッシュ。みなさんどうも、たけしです。みなさんどうも、あおにです。始まっていきなりですが、食べられそうです。いただきます。どうにか助けてもらえないかな。じゃあ僕の挑戦クリアできたら助けてあげる。やった、言ってみるもんだね。で、その挑戦とは？じゃあスーパーマリオメーカー2のコースをクリアできたらいいよ。ゲームをクリアすればいいんだ。あおにが難しいコース作るわけないし、挑戦しよう。じゃあ最初のコースはこれだ。青鬼が作ったコースじゃないのか。僕がコース作るわけないだろ。そんな暇があったら人間食べてるよ。言われてみたらそうか。このコースはクリア率 23%、 これならいけそうだな。ここは落ちてく床に気をつけながら進んでいくコースか。落ちろ落ちろ。嫌がらせがすごいな。土管の中はレスト、休憩か。ずっと落ちる床のコースか。落ちること考えたらガタ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 触れちゃうよ。だけどそこまで難しくなさそうなコースでよかったよ。これぐらいだったらクリアできそうだよ。オンオフスイッチでブロックを消して進んで、パウで敵をやっつける、そして下に降りていく。この先はゴールかな。まだゴールじゃないのか。でも中間地点まで来たぞ。回転してるのに気をつけてって、危ないって、敵に当たっちゃった、やられちゃったよ。はい、クリアできなかったからいただきます。一発アウトはきつすぎるって、もっとチャンスちょうだい。仕方ないな。意外と優しいな。そして中間地点からできるからラッキー。さっきのミスに気をつけて。こっからは未知の領域だから気をつけないと。やっぱりお腹空いたからもう食べてもいい？それはなしでしょう。何のためにクリア目指してるかわかんなくなっちゃうから。上に上がっていって、これでクリアかな。なんとか食べられなくて済みそうだって、オンオフスイッチかよ。まだ続きがあったのか。気抜いたらダメだな。毛抜いてもダメだよ。青鬼はハゲてるから抜く毛ないだろう。今バカにしたよね。もう食べちゃおうかな。すいません、ハゲって言ったのは嘘です。ふさふさです。クラッカーが鳴ってるっていうことは、この土管に入ったらゴールかな。やった、ゴールだ。食べられなくて済む。まずは第一ステージクリア。次のステージ頑張ってもらおうかな。これで終わりなんじゃないの？こんなんで終わらすわけないでしょ。さすがバケモン、厳しいな。次はこのコース行ってみよう。クリア率約 9%？ 難しいコースやらせて食べようとしてるよ。いきなりキラ落ちてきてやられちゃったよ。はい、やられたからいただきます。こんなんで終わりなんて厳しすぎるって。仕方ない、チャンスあげるか。意外と優しいんだよな。もうしょぼいミスしないぞ。坂は下に滑っていく。そしてオンオフスイッチを切り替え、ジャンプジャンプって届かない。はい、いただきます。クリア率 9% を2回でクリアしろなんて無理だよ。もっとチャンスちょうだい。仕方ないな。じゃあ100回だけだよ。100回もくれんのかよ。くれすぎだよ。バカでよかった。100回も挑戦できたらもう余裕だよ。下に下がってスイッチ切り替えて、ジャンプジャンプ、上に上がれたってもう一回ジャンプか。はい、いただきます。ちょっと待って待って待って、100回チャンスくれるって言ったじゃん。あ、忘れてた、テーペロ。可愛くないよ、食べようとしてたんだから。これは100回チャンスあるって思わない方が良さそうだね。スイッチを切り替えて、ジャンプジャンプ、上に上がってからもジャンプ、またスイッチを切り替えて、ジャンプジャンプジャンプじゃなかった、下に降りてくのか。何やってんだよバカだな。バカって青鬼には言われたくないよ。なんか言った？いいえ、何も言ってないです。青鬼は天才って言いました。誰が天才だよ、食べちゃうぞ。褒めてもダメなのかよ。さあ下押して、ジャンプ、また下押して、ジャンプジャンプ、蹴ったやつ食らっちゃった。
十分で蹴って十分で食らってるよ。ミスして笑われんの嫌だな。笑われたくないし頑張っていこう。ここは連続ジャンプ、上がってからもジャンプ、スイッチ切り替えてジャンプ、そして下に降りていくからのジャンプ、下上に上がって蹴ってジャンプジャンプ、そして上に上がってって下ゴール、やったー、ゴールできたぞ。それじゃあいただきます。クリアしたのに食べようとするなよ。あ、忘れてた。じゃあ次はこのコースやって。まだやらなきゃいけないのかよ。今度はクリア率 8%？ どんどんと難しくなってるぞ。これはどんなコースなんだ？普通に進んでっちゃっていいのかな？下にオンオフスイッチ。さっきのボム兵でオンオフスイッチを切り替えろってことなのかな？どうやってボム兵を右まで持ってったらいいんだろう？全くわからないな。回転ジャンプを使えばいいんだよ。アドバイスくれるのかよ、優しいな。やってみよう。本当だ、右側に行った。これを右に蹴って吹っ飛ばせばいいのかって失敗したけどね。もう一度、次こそはうまくやるぞ。回転して右に飛ばしてからアタックって届かないじゃないか。めちゃくちゃ難しいな。今度こそ決めてやるぞ。回転ジャンプして右側に行って弾く。やった、あんなところに行ってくれた。これで上を通れるようになったよ。これでゴールだったらいいけど、まだまだ先があるよね。だってクリア率 8% だもんな。また回転ジャンプで右に吹き飛ばすのか。行くぞ、吹き飛ばして下を通って急いで右に蹴ってくって引っかかっちゃうよ。あ、下通らなくても進んでけそうだね。次は回転ジャンプで右に吹き飛ばしてそのまま右に進むって、また引っかかっちゃったよ。どうすりゃいいのかわからんな。何回も回転ジャンプで右に蹴ってけばいいんだよ。またアドバイスくれたよ。右に吹き飛ばしてからも回転ジャンプし続ければよかったのか。本当だ、いけた。おめでとう。褒めてくれたよ。本当に食べたいのかどうかわからんな。あとはトゲの上をジャンプして進んでくって、これもまた難しいな。落ちないように慎重に気をつけていかないと。一度ダメージを食らうとテンポが狂っちゃうんだよね。でもうまくいけた。やった。まだ終わりじゃないのか。また回転で吹き飛ばすのかなって、もう時間がないや。急いでクリアするぞ。回転ジャンプして右に吹き飛ばして、こっからどうすりゃいいんだろう。下に降りちゃったらもう上には戻れない。じゃあどうすればいいんだ。全くわからないよ。わからないまま時間は過ぎていく。そしてこのままタイムアップ。どうすればよかったんだろう。それじゃあいただきます。ちょ待ってよ。まだ1回やられただけじゃん。クリア率 8% だよ。仕方ないな。今のコースは回転ジャンプをし続けてどんどん右に進んでいくんだよ。見逃すだけじゃなく、まさかのアドバイス。また最初からだったけど頑張ってさっきのとこまで来たぞ。ここは回転ジャンプでどんどん右に進んでいくのか。こういうことか。あとちょっとだったのに。惜しいな。頑張れ。応援しちゃったよ。敵か味方なのかよくわからん。この後何度も挑戦したけどミスしまくり。ここ難しすぎだよ。さすが 8% のステージだね。もう100回目なんじゃないかっていう回数繰り返してようやくうまくいったよ。やっと終わりだって間違って扉入っちゃった。どうしようもないミスしてるよ。これで入り口塞がってたら最悪だよね。頼むから開いたまんまでいてくれよ。右側になんとか進んでいって、開いてた、よかった。これでようやくゴールかーって、まだ中間地点かよ。もう絶望だよ。ここもまた回転ジャンプかな。でも届かないな。ってことは普通
通のジャンプか？普通のジャンプでどうやって進んでけばいいんだろうな。飛び出てきた敵を踏んで進んでけばいいんだよ。めちゃくちゃアドバイスくれるな。しかもひらめきがすごいな。頭でかいから脳みそパンパンなのかな。アドバイスを使ってうまくジャンプで進んでいくって最後届かない、惜しいな。ここも何度も失敗を繰り返してなんとか50回目くらいにようやく先に進めることができた。まだ終わりじゃないのか。次もジャンプで進んでいけばいいところか。よし行くぞ。うまく右側に渡れたけどオンオフスイッチまで届かない。じゃあどうすりゃいいんだろう。じゃあ坂で勢いをつけての三段ジャンプって全然届かないや。全く攻略法がわからないよ。バカだな。甲羅を使えばいいんだよ。またアドバイスされちゃったよ。なんか青鬼にアドバイスされんの嫌だな。じゃあもうアドバイスやめようかな。すいません、アドバイスお願いします。クリアできないと食べられちゃうからな。甲羅は持つことができたぞ。この甲羅でどうすればいいんだろう。甲羅を持ったまま右側まで行くことができたぞ。この甲羅を踏んで上に上がるのかな。違うな。どうすりゃいいんだろう。蹴ってから踏んだらジャンプ力アップするかな。いけーって全然届かないよ。甲羅を上に投げるんだよ。青鬼に教えられてばっかり、なんか悲しくなってきたよ。でもこれでゴールだーって。まだ続きあんのかよ。次はまたジャンプのコースか。ジャンプで進んでってまた甲羅を使うのかな。あー失敗しちゃった。一回やられよう。はい、やられたからいただきます。ちょっと待って、ちょっと待って、ここまで来たんだからクリアさせてよ。仕方ないな。じゃあ頑張ってクリアしてよ。いいのかよ、クリアしたら食べれなくなるのに。じゃあ頑張って進んでいこう。甲羅を持って投げるって落ちちゃった。どうやるか分かってても難しいな。頑張ってジャンプで進んでいく。いいぞ、甲羅を持って上に投げる。やったー、進めた。今度はまた回転ジャンプか。行くぞー。あー、やられちゃったよ。またここからやり直しか。せっかく進んだのにやり直しはきついね。何度も何度もミスしながら頑張って進むけども、またここに来てからのミス。このコース難しすぎる。もう何回やられたか数えきれないよ。やられた回数でギネス記録乗っちゃうよ。それはないね。まさかの青鬼に突っ込み入れられるなんて。正直もうクリアできなさそう。クリアできなかったら食べられちゃうよ。ガタ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 。ボム兵のところはボタンを押し続けてたらいいんだよ。そうなの？知らなかった。じゃあボタンを押し続けていってみよう。順調に進んでってゴールできたよ。めちゃくちゃ簡単。今までの苦労は何だったんだよ。最初からこれで進めたんじゃん。じゃあいただきます。なんで食べるんだよ、クリアしたじゃん。アドバイスがあったからでしょ。それ言われたら何も言えないけど、もう一回だけチャンスちょうだい。仕方ないな。じゃあこのコースを一発でクリアできたら食べないでいてあげる。クリア率 2% だよ、こんなの無理だよ。だけど食べられたくないし頑張るしかない。そしてずっとプレイしてマリオも上手くなってるはず。そしたらクリアできるかもしれないぞ。こうなったら奇跡を起こすしかないね。いい感じに進んでるぞ。そして中間地点だ。このコース意外と簡単なんじゃないの。やっとクリアできそう。ああ、やられちゃった。約束通りいただきます。ちょっと待ってよ。ああ、さようなら。美味しかった。チャンネル登録よろしく。